インド NDTV ニュースをお伝えします。はじめに勇敢な女性の話です。先日ビハール州ムザファルプール県で群衆が暴徒化し、住宅に火をつけるなどの凶行に及びました。その際、華奢な50代のヒンズー系住民で夫を亡くした女性シェール・デビさんは、近くに住むイスラム系住民10人を自宅にかくまい守り抜きました。この暴動では4人が死亡、およそ25軒の住宅が燃やされましたが、デビーさんは家の前で警戒を続けました。近隣住民の中には暴徒による復讐を恐れる声もありますが、デビーさんはこの勇敢な行動で21日ビハール州のジタンラム・マンジ首相から表彰されました。住民同士の衝突で自分の村が燃やされる中、華奢な50代の女性シェール・デビーさんはイスラム系住民10人の命を救いました。この勇敢な行動を表彰するため、ビハール州のマンジ首相はモザファルプール県のアジズプール村を訪問しました。ここではヒンズー系の19歳の少年の遺体が見つかったのを受け、18日イスラム系の男性4人が5000人以上の暴徒により焼き殺されました。暴徒たちは凶行を繰り返しましたが、デビさんは近くに住むイスラム系住民10人を自宅にかくまい、娘2人と共に家の前で警戒を続けました。しかし、州首相や全国ジャナタダル党の最高権力者ラル・ヤダフ氏の鳴り物入りの訪問を受けても、傷ついた村人たちの心は癒えることがありません。70歳のアブドゥル・ラサクさんは姉と共に18日の襲撃で軽傷を負いましたが、家族の中で2人だけ生き延びました。他の家族3人は